おはようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ということで今日も元気にサカツクやっていきたいと思います。よろしくお願いします。さあ今回はですね、 SWCC に挑戦する一次チームですね。ちょっとこれからまたいろいろ詳しくチームの内容を変えていくところではありますが、まずはね、一応こんなところで挑みますっていうところを紹介させていただいてから一次予選に挑んでいきたいなと思います。ちょっとね、そこっち上振れしてしまっているところもありますので、少々変更しながらね、2にはなりますが、一応こんな感じで今回挑みますっていうチームですね。中央リドルが監督でいきます。私ちょっとライトサイドバックの組み立てサイドバックいないので、ちょっと正直ね、ポチェッティーノ監督は、無理なんですよね。残念ながら組めない、本当は組みたいんですけど、ちょっと組めないというところでですね、今回はリドルが監督で行かせていただきます。ちょっと総合値がですね、オーバーしてしまっているところありますので、うまい具合にね、チームのアクセだったり選手の内容を変えつつ調整していきたいなとは思っていますが、メインはリドルが監督でいいかな。本当に、できればね、できればというか、もう理想を言うのであれば、やはり PSG のポチッティーノ監督使いたいんですが、ちょっとそうもいかないかな今回は。でポゼションに関してはもう何も言うことがないですね。ザガリオ監督でいきます。まあ、圧倒的な、性能ですし、ザガリオ監督じゃない方が逆にね、なんていうのかな、不自然ってぐらいいい監督ですので、ちょっとね、カウンターに関しては、ポゼションに関してはザガリオ監督でいきます。個人的にはね、よっぽどじゃなければ皆さんポゼッションはね、ザガリオ監督乗り越えていただきたいかな。ザガリオ監督に関しては、ポチェッティーノ監督よりもやはり、個人的にはいいかなと思っています。監督アビリティもすごい優秀ですしね、フォーメーションコンボに関しても4周年のガチャさえ引いていればになっちゃうんですけど、4周年のガチャさえ引いていればなんとか組めるっていうところありますので、おすすめです。本当に4周年しかとしちゃいましたって方はちょっとザガリオ監督使うのも難しいかもしれないんですけど、あんま多分ね、4周年しかとしたらあなた一体どこのガチャ引いたんですかっていう感じになると思うので、おそらくね、なんとかやっていけるんじゃないかな、組めるんじゃないかなというところです。でサイドに関してはね、安定ミクレス監督ですね。ちょっと最近もうサイド厳しいミクレス監督だと、3センターフォワードがね、そもそもやっぱ攻撃にバリエーション幅が持たせられないので、ちょっと個人的に好きじゃないんですけど、逆にちょっとミクレス監督以外が今本当にサイドいないのでね、ミクレス監督でいきましょう。カウンターはマチョーニ監督でいきます。マチョーニ監督はね、本当はカウンターはハンジフリック監督もいますし、結構いい監督が多いというか悩ましいですよね。中央はポチェッティーノ組めたらポチェッティーノでいいじゃんって話なんですけど、カウンターに関しても組めるんだったらね、誰だっけ、アクエッティ監督でいいじゃん感はありますが、フリック監督、マチョーニ監督ともにね、一応まだ悪くはないのかなというところで、今回は私はね、マチョーニ監督で行かせていただきます。アクエティ監督使いたいんですけど、 OMF の司令塔ちょっと私いないのと、 OMF のトリックスターもいないので、残念ながらね、ちょっと今回はマチョーニ監督で挑みますってことでですね、まさかのね、4戦術中2戦術、中央とカウンターが、時代遅れのフォーメーションコンボを使うということでね、最前線じゃないもので挑むので、正直ちょっと今回の SWCC ね、自信がないです。やる前から予防線張るとかっていうわけではないんですが、正直自信がないですね。やっぱりね、使ってと思いますが、カウンターのマチョーニ監督に関しても最近本当に勝ちづらくなってきたな、勝ちにくいなというのが正直な感想です。決して悪い監督ではないんですが、やはり使えるのであればカウンターはね、シュートバフ持ったアクエッティ監督、ちょっとアクエッティ監督は監督特徴少なくてね、ちょっと評価割れるところかもしれませんが、やはり使えるのであればシュートバフのアクエッティ監督使いたいですし、同じようにね、中央に関しても使えるのであればもちろんポチャッティの監督が使いたいんですが、ちょっとしょうがないかな、しょうがないでしょう。ここに関しては諦めて、中央カウンターはちょっと1シーズンというか1時代前の監督で行かせていただきます。さあガトゥーゾ、
いやマチョニ監督使ったと思うんですが、ガッドゥーゾがねなんかマジで点決めるんだよね。毎回ガッドゥーゾ点決めてる。すげえ活躍してくれてますね。ありがたいです。さあ後半爆発しましたね。まあ選手交代で出てきたメッシ、インシーニェが、強かったっていうのもありますが、やはり後半から点が取れると強いですし、前半で1点取れたっていうのもねいいかな。あの後半から強くなるのは当然で、逆に前半できちんと取り切ることに意味があると思っているので、1点前半で取れたことがね、すごく嬉しいというかいい結果ですね。さあお次、カウンターの相手なのでサイドでいきましょう。サイドもね本当に3センターフォワード厳しいなというのが最近の感想ですが、皆さんいかがですかね。私のサイドのチームが弱いだけですかね。本当に勝てないサイド、あの普段のアリーナとかね、あのルームマッチとか、あの結構私皆さんがやってるルームマッチにさらっと入っていっているんですが、なかなか勝てないね。まあ、今回もですね、あの3点しか取れてないというところで、後半からね本当にフルメンバーにしてるんですが、にしても点取れないんだよね。なんでしょうかサイド、本当にそろそろ新しい監督がサイドも欲しくなってきてる気はするんですけど、まあ、中央もねカウンターも選手追いついていないので、私、まあ、できれば今回の戦術ガチャでハキミ欲しいなとは思うんですが、ただねパリサンジェルマンのポチェッティーノ監督が悪いとかうんぬんかんぬんではなく、中央のライトサイドバックってサネッティがいてですね、私はもうサネッティが強すぎることを考えると、わざわざね違う戦術の、あ違った違うプレスタのハキミのためにガチャ引くのか感は若干あるんですよね。よっぽど今の中央で困っているならいいかもしれないんですけど、やっぱね中央、ザガリオ監督個人的には結構好きでですね、悩んでいる次第です。さあルカク、やっぱ中央いいんですよね。中央がいいというか、あのとりあえずはなんていうのかな、ザガリオ監督じゃないっけ、あザガリオ監督ポゼッションでしたね、失礼しました。このザガリオリドルガのなんていうんですか、濁点の多さで両監督混じるんですけど、ちょっと分かっていただけないでしょうか失礼いたしました。ミクレス監督も4文字ですけど、やっぱザガリオリドルガの両監督混ざりますね。さあ行きましょう。次ですね、暁のきらめき。相手で暁のきらめき来るとね嬉しいなとは思わないんですけど、自分が使うと不安なんですよね。まあただやっぱり最近の監督事情を考えると、やっぱサイドの監督だけ頭一つ抜けて落ちているので、抜け落ちているので、まあそうやって考えるとね、あのクォーターアニバーサリーかな、次のクォーターアニバーサリーはサイドが来そうな気がしますね。まあ、中央カウンターをもうちょっとちゃんと強化しておかないと、私個人的にはね本当にこれから先厳しいんですが、サイドはクライフいたり結構いい選手すでに持っているので、ジェラードいるし、ムバッペいるし、ファンデルサールいるし、クーマンいるし、サイドはいい選手多いんですけど、ちょっと中央カウンターが今本当に絶賛大悩み中でございますね。まあなんか中央とカウンターはそれぞれマケレルとガッドゥーゾが君臨していて、あの2人だけの力でどうにかなってる感があるレベルで、マケレルガッドゥーゾの存在感が大きいのかなと個人的には思ってます。まあ、実際にね最近アリーナとか見てても思いますが、アクエッティ監督使ってる方は少ないですよね。カウンターのアクエッティ監督、あの最新の監督ですけど、本当に少ないですね。マチョーニ監督もそんなに多くなくて、本当にフリック監督が多いなっていうのが印象ですね。さあ無事に後半3点でありがとうございます。クライフ、ルカク、ゴン、中山、なんかちょっと優秀なジョーカーが最近欲しいなと思いますね。すげえ優秀なぶっ壊れジョーカーが欲しいです。最近ちょっと火力不足で悩んでますね、特にサイドアタック。さあポゼッションは十分なんかねもう負ける気がしないですけれども、まあそれでもね、まあ気を私が抜いたところで試合の結果が変わるわけではないんですが、まあ、なんかポゼッションだから勝てるって思わないようにはしていきたいですね。まあそれでも強すぎるぐらいに強い、まあ、シュートバフも強いですし、私4周年のガチャ300連したので、確かねしたよね、したな。誰かが出なくて300連する羽目になった気がする。誰が出なかったか忘れたけど、ダニエル・アウベスだっけ、ロナウジーヌだっけ、ちょっと忘れましたが、300連もするとね、まあ結構やっぱ十分かなと思いますよね。ネイマール、ペレ、ロナウジーニョ、監督、アレサンドロ監督、アウベスが3突、ハードマーカーのマルキーも3突かな、あマルキー4突ですね。
マルキあと1個でっていうところなので、まあ、それはそれで監督まで持っていけたらと思いますが、ハードマークはねジョー・ゴメスがいちゃって意外と悩んでます。マルキにフリー素材使うのか、それとも1個悩んでるのがねイブラヒモビッチ監督させるのか。イブラそろそろ監督させたいなと思いつつ、なんかまたちょっとミランザメ来そうでね、ちょっと悩んでるんですよね。はい、ということですいません話脱線しましたが、最終戦ラスト1試合いきましょう。うん、きちんと勝ちきれますね。よかったよかった。とりあえずはカウンター中央、まあちょっとカウンター中央よりもサイドが一番危ない試合してたような気もしますが、きちんと一応ですねカウンターも中央も勝ちきってですね、よいしょ、お相手の方ちょっとフォローさせていただきましょう。いいチームだ、いいチームですね。急にちょっとお相手のチームを見ていってあれなんですが、サブの選手を見る感じ、あでも本当に戦術ごとに使う選手コントロールしてらっしゃるのかな。うん、いやいいですね、素晴らしいと思いますね。これはジョルジーニョが無凸かな、これはモドリッチ、ブレーノが3凸かな。すごい上手い育て方されてますね。ハーランドも3かな、これは3ですね。いやめちゃくちゃ上手い選手って、3回限界突破するとこの能力が大アップ、戦術一致した時の能力の上昇が中から大になるので、3突するのってすごい価値あるんですよね。うん、いや待って、スキルつけとらんのかい、ちょっと待ってくれ、スキルはつけてくださいということで、待って、他もつけてないのかな、あつけて、あスキルぜひつけてくださいはい、ということで今回の動画ねこんな感じにしたいと思います。いやー無事にね、無事にまあ予選飛ばさせていただきましたが、まあ、この調子でですね、おゼロ失点やるやないの、まあベスト4のエンブレムつけてね、リミテッドカップ優勝なんていう称号をつけてドヤ顔で挑んでいるので、これぐらいはやれよって話かもしれませんが、無事に、突破できてよかったですということでね、まあ、ちょっと微修正するかもしれませんが、今回こんな感じのチームでね SWCC 挑ませていただきます。一緒に頑張っていきましょう。トフでした、バイバイ。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録を済みでない方は、グッドボタンを押してないよって方はね、ぜひぜひやっていただけると私の励みになりますのでお願いいたします。もしよろしかったら次の動画もね見てってください。それでは皆様の良きゲームライフを祈っております。豆腐でした、バイバイ。